チャオテッティコミスターティ、こんにちは。楽地の幸料理教室しております藤野幸子です。こちらではシンプルで美味しい簡単にできるお料理菓子パンをご紹介しております。本日は、はい、パセリ、はい、これね、パセリって、ね、とっても目にもいいんですよね。このパセリを使ってチーズオムレツを作っていきたいと思います。すごく美味しくね、目にいいオムレツができますので、よかったらぜひぜひね、試してみてください。私はラクチーヌサチというイタリア料理教室をやっております。そちらではですね、ちょっとこちらでご紹介できなかったレシピとか、あとはね、なんといってもその、ね、調味料とかね、調理器具、もうこれちょっとこだわるで、すっごく料理が簡単に美味しくできますのでね、そういったことなどもね、ご紹介して質疑応答して楽しくやっておりますので、ご興味ある方はぜひぜひ下の概要欄の方からね、ご覧になってください。はい、それでは早速パセリオムレツやっていきたいと思います。チーズもね、ピザチーズもご用意くださいね。そして卵です。はい、そうそう、本日使うのはこちらです。20センチのスキャンパン、はい、長年愛用しております。本当にね、卵料理にはね、すごくいい、美味しくできるフライパンです。それでは始めていきますね。はい、今日はね、なんかたくさんのパセリ、今日で2分の1使っていこうと思います。こんなにたくさんですけど、茎のところはね、今回は使わないです。スープとかね、使う時など、あとパスタとか使う時にね、ちょっと香り付けで茎は使ったりとかしますので、もしね、冷凍庫にスペースがある方はちょっとね、取っといていただいてもいいかと思います。はい、もうこんなにたくさんの、パセリですね。でこれをですね、今日はみじん切りにしていきたいと思います。グッギュッギュッギュッって、ね、まとめるとね、バラバラしないのでね、切りやすいですね。これこれまとめてですね、そして端っこから切っていきます。ちょっとギュッギュッとまとめてね、こんな風に切るとね、バラバラね、飛んでいかなくてね、最初楽です。で、あとはね、こうやってちょんちょんちょんってね、ちょん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 ってね、切ってください。ここを押さえてね、それでこっち側をね、ここはこのまま押さえて、ここをね、こっち側をね、こうやってどんどん動かすんですよ。こうやってこうやって、はい、できました。卵を割っていきます。1個、お、失礼、言っちゃった。2個ました。こんな感じです。そしたら混ぜます。軽くもね、混ぜればいいです。まだこうやってね、強みがね、切れてない感じで OK です。そしたらここに たっぷりの、はい、パセリ投入。おお、すごい。たっぷり入りました。ピザチーズちょっと測ろうか。測るとグラム数が分かって皆さん作りやすいように、はい、測ってみます。ピザチーズもたっぷり入れちゃおう。どのぐらいかな、どのぐらい入れちゃおうかな。増量 30g 入りました。そしたら混ぜ混ぜしてください。パセリがたっぷり、びっくりのたっぷりですけど、ここにね、パルメザンチーズも入れちゃおう。今日はパルメザンチーズも入れます。味見てみようかな。どんな味かな、軽く塩、軽く塩ですね。あんまり入れちゃうとチーズも入ってるから辛くなる。そして胡椒、
はい、それでは焼いていきます。まずフライパンをちょっと温めます。軽く温めます。温まったかな。温まりましたね。そしたらね、オリーブオイル、はい、オリーブオイル入れます。ちょっと多めに大さじ1ぐらい入れました。まだちょっとじっていうまで待ちますね。OK、 じゃ入れます。ちょんちょんって叩いてあげますね。ちょん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 、まあ、特に周りね、ちょん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 。今日は簡単です。裏見て、お、いい色。そしたら、はい、お皿用意して移します。よっ、はい、よっ、よっ、移します。そしてかぶせて、いいよ。おし、危ない危ない。はい、はい、おいしい。いい色にできました。そしたらお皿に移しましょう。はい、完成しました。はい、それではいただきたいと思いますが、その前に思います、こんな気分です。ケチャップですね。ちょっとね、まあ全部かけてしまうのもなんなので、ちょっとね、端っこにちょっとね絞っておきます。はい、胡椒、これをかけまして、 そしてですね、お好みでカイエンペッパー、これはね、ちょっと、ね、バスク、あのスペインとフランスの境のバスク地方をちょっとイメージしたんですけど、これをね、まあ、あちらの方ではですね、唐辛子の後ろがあるので、ちょっとお好みでですね、辛いの好きな方はかけていただいて美味しいです。それでは私、いただきたいと思います。いただけますでしょうか。これね、中身トロトロなんですよ。ちょっと難しいから、中身トロトロで周りはこの香ばしく焼けております。はい、ということで、ちょっとケチャップもつけましてですね、はい、いただきます。失礼します。美味しいです、はい、ポイントでございますけども、周りをカリッと、そして中をトロッと焼きたいんですね。なのでゆっくり弱火でやってると中は硬くなってしまいますので、ちょっと怖いんですけど、頑張って中火から強火で少しオリーブオイルをね、多めに焼いていただくとくっつかなくて美味しくなるかなと思います。はい、ということで今日はパセリをいっぱい使ったチーズオムレツご紹介いたしました。ぜひ作ってみてください。今日のチャンネルがね、良かった、そしてちょっとためになったなという方は、ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。また他のチャンネルでお待ちしておりますね。ありがとうございました。チャオ、スッピー。